数書九章よかどう、数書九章十八巻。数書九章は、南宋の数学者の旗九章が千二百四十七年に表した数学書。全十八巻。大広市、展示、待機、即ぞむ、笛義、戦国、英検、軍旅、私物の九類八十一問、各類、全二巻で構成されている。問題の後に、答え、術、草が付けられており、 実用的で、かつ賛議を用いれば、比較的簡単に解ける構成となっている。ただし、問題に記されたデータが豊富でそこから求めることが可能な答えの数も多い。例えば、英検類、経庭追記問いでは88のデータを元にして、様々な答えを導き出し、不駅類、また有をおさむ問いでは全部で合わせて180箇所の答えを導き出すことになる。 大広子宮一術と呼ばれた常用法定式や無料観測法の研究、過去の歴法の不明となっていた計算方法を明示するなど、優れた研究を残したものの、一次同書の存在は忘れ去られ、再評価を受けたのは信頼に入ってからのことであったため、中国や日本に対する影響は小さかった。大広子類、大広子宮一術について展示類、 天文力学及び気象科学に関する、計算伝場類、土地面積の計算測持ち類、気化測量の計算不役類、金融、各種素税不役の計算宣告類、食料徴収と運搬、倉庫管理に関する計算英権類、土木建築の計算軍料類、軍隊の配置や、物資供給に関する計算支物類、小取引と利息に関する計算。ありがとうございます。